新日外国人100人に日本の魅力とことん聞いちゃいましたスペシャル。まずは骨董品にぞっこんすぎて来日、なんと店まで出しちゃいました。この日都内のホテルで日本にぞっこんな外国人が集まるイベントがあると聞き、早速向かいました。それはザ・美術骨董ショー、毎年5月に行われる日本有数の骨董市。こちらの230万円の蒔絵の箱から、国内外のアンティークまで、全国200店舗以上のお店がお宝を展示販売する大イベントで、ここ数年多くの外国人客が日本のお宝を求めやってくるといいます。ニューヨークから来たんだ。そう、僕はコレクターでね、特に日本の七宝焼きが好きなんだ。オランダのアムステルダムからよ。陶磁器が好きで見に来たの。そんな外国人の中にひときわ鋭い視線で品物を見て回る一人の男性が。はい、あ、日本語も、うん、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。あ、そうですか。流暢な日本語。日本人の奥様と来ていた骨董にぞっこんな外国人、イヴァンさん55歳。なんかいいもの見つかりました。見つけたけど、はい、値段は合わないです。合わない。ちなみに何ですか。なんていうの、ミニタンス、ちっちゃいな。巻絵、これは素晴らしいです。模様も面白いでしょ。すごい細かいですこれ。かわいい。こちらがイヴァンさんが目をつけた蒔絵の小ダンス。蒔絵は海外でも評価の高い日本独自の技術を駆使した美術品。綺麗。その価値は作られた時代によって大きく変わります。これ大体イメージです。すごくお詳しいですね。見てすぐ時代がわかるんですか。そうですね、この時代はいっぱい作ったから。何やらただものではなさそうな雰囲気のイヴァンさん、自宅に帰るというのでついていくことに。するとそこには驚きの光景が。すげえ。何やらただものではない雰囲気のイヴァンさん、自宅に帰るというのでついていくと、そこには驚きの光景が。こちらイヴァンさんのお宅ですか。そう、お宅とお店一緒。あ、骨董品屋さんをやられてるんですか。なんとイヴァンさんは日本の骨董品を愛するあまりお店まで持ってしまった正真正銘の目利き。お店に並ぶ2000点以上はあるというお宝は全て自分の目を信じて集めたものなんだとか。すごいの。どうぞどうぞ。この辺の焼き物は何ですか。これはだいたい明治頃の伊万里です。江戸もありますけど、お店は伊万里から始まったんだから。ああ、なるほど。2003年。そう、もともとはアメリカで会社を経営していたイヴァンさん、奥様からもらった小伊万里に魅せられ、2003年ついに会社を畳み日本に移住、骨董店を開きました。これは江戸時代の江戸中期、これは愛描き絵文っぽいです。すごい豪数は綺麗し、はい、青は綺麗です。特に小伊万里のコレクションは1枚3000円ほどの小皿から江戸初期の愛描き絵文、さらに100万円を超す人工壺というこの大きな壺など1000点以上に上るといいます。頭気をつけてください。さらに自慢の品は2階にも。ちょっとすごいですね。蒔絵いっぱいありますね。そう、蒔絵好きです。蒔絵は素晴らしいです。古くても本当に新しいみたいです。完璧です。全然悪くならない。特にお気に入りの蒔絵がこちら。これはやっぱりあのちょっとおしゃれ、中にもちゃんと模様がついてるんですね、全部。そう、それ素晴らしいでしょ、これ。隅々まで手抜きのない職人技。こちらは38万円。
これすごいいい印籠ですよ。これは駒関西というのをサインがあります。この人は18世紀と19世紀の間ですね。日本人に負けない知識を持ち、全て自分の足で日本の津々浦々に出かけ、その目で見つけた自慢の一品ばかり。日本の骨董品にはこんな魅力があるといいます。この安いものを使って、すごい素晴らしいものを作るんです。マキエは同じですよ。漆使うでしょ、はい、漆はもともとは全然高いものじゃないでしょ、はい、もうこれを使ってすごい綺麗なものを作るのためにはすごい大変です、はい、これは特別日本はうまいですよ、はい、土や木などありふれた素材から宝石にも匹敵するお宝を作り出す。そんな日本の底知れぬ力にイヴァンさんは魅了されているのだそうです。